サッカーシリア代表は、シリアサッカー協会によって編成される、サッカーのナショナルチームである、西アジアサッカー連盟所属。なお近年は、内戦の影響によって、国外でのホームゲーム開催を余儀なくされることが多い。ワールドカップには出場経験はない。1966FIFA ワールドカップの予選では、ヨーロッパグループ、7に属し、スペインとアイルランドと争うこととなったが、 アイルランドとの試合前に予選を棄権した。1986FIFA ワールドカップのアジア予選では最終予選まで進出し、イラクとのホームンドアウェイで勝てばワールドカップ初出場という場面だったが、ホーム0から0、アウェイ1から3で敗れ出場を逃した。その後のワールドカップ予選では早々に敗退することが多く、2014年の予選では失格になっている。 2018FIFA ワールドカップアジア予選では3次予選に進出した。同3次予選ではイラン、韓国にホームで引き分けるなど検討を見せ、第9節でカタールにホームで3-1と勝利し、勝ち点で並んだウズベキスタンを得失点差で上回り、プレイオフ出場権の3位に浮上した。そして最終節のアウェーでのイラン戦は先制点を挙げたものの、 その後逆転され90分終了時点で2から1と予選敗退の危機に陥っていたが追加時間にオマルアイコールソーマの得点で2から2の引き分けに持ち込み同じ勝ち点13のウズベキスタンを得失点差で上回りグループ A の3位で4次予選に進出したまたこの試合の1点目のゴールは2015年11月12日に行われたトルクメニスタン戦で失点して 以降1121分ぶりとなるイランのワールドカップ予選での失点となった。なお、3次予選において、ホームの5試合はすべて中立国のマレーシア開催であったが無敗だった。4次予選では、オーストラリアに2試合180分では2の2の同点だったため行われた延長戦の末に敗れた大陸間プレーオフ進出はならなかった。アジアカップ本大会に、 過去6回出場しているが、すべてグループリーグで敗退している。2014FIFA ワールドカップアジア2次予選でシリアは、タジキスタンと対戦。ホームでの第一戦を2から1、アウェーでの第二戦を4から0で共に勝利し、3次予選進出を決めた。しかし、3次予選組み合わせ決定後、その2次予選で、スウェーデン代表歴のあるジョージ・ムラードを登録。 出場させていたことが判明。国際サッカー連盟が調査を行った上で、この試合の成績を向こうとシシリアは失格。大体で、タジキスタンが3次予選進出となった。GKMFFW。ありがとうございます。